健康調査課の本田と申します。記者会見の司会をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。この記者会見では本日の検討委員会での議論を踏まえての検討委員のご所見等についてご質問をお受けいたします。質問につきましてはまずは座長に受けていただき委員の方からお答えをいただきます。質問については本日の議事の順番に関わらずお受けいたします。終了時刻は午後5時予定でおりましたが若干1回延びましたので15分程度延長ということを考えてございます。5時15分終了ということでお願いいたします。限られた時間の中で多くの方からの質問にお答えするためお一人で一度に何問も質問することのないよう原則として一人一問といたします。関連質問がある場合のみ最初の質問に対する回答の後に一問のみとさせていただきます。より多くの方が質問できますように皆様方のご配慮をお願いいたします。1巡目終了した後2巡目で次の質問を受けたいと思います。またすでに出された質問と重複する質問をすることは避けてください。なお質問は簡潔にお願いいたします。円滑な進行にご理解とご協力をお願いいたします。質問される際には挙手を願います。私がお察ししますので係の者はマイクをお持ちします。所属とお名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。また委員の先生方におかれましてもお名前をおっしゃってからご回答いただきますようお願いいたします。まずはじめに本日座長から一言お願いいたします。はい、本日ちょっと伸びてしまいまして申し訳ありません。スムーズな記者会見の進行にご協力をお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速質問をお聞きしたいと思います。ご質問がある方挙手願います。じゃあ2列目のこちらから2番目の女性の方すみません、福島テレビの藤井と申します。星座長に伺いますが、甲状腺がん検査でチェルノブイリの事故は 4,5 年後に甲状腺がんが急増したという背景があると思いますが影響の判断に2巡目以降の分析が重要だとされていると思います。で今回がんまたはがんの疑いとされた方が3巡目の検査では4人、そして2巡目では前回より2人増えて71人でしたけれども、この数字の意味合いについて原発事故との因果関係について現時点ではどうお考えでしょうか。はい、本日の検討会の中ではそれについての具体的な今までの判断の変更というようなことに関わる議論をしておりませんので、これまでと私は同様の判断をさせていただいています。確かにあなたが今おっしゃっていただいたように2巡目3巡目の検査の結果その分析がとても重要だと思っていますが、現時点ではそれぞれの影響が考えにくいというこれまでのコメントというか今までの評価を変えるような議論はしておりません。次の方よろしいでしょうか。じゃあこちらから4番目の女性の方。NHK の麦田です。よろしくお願いします。資料7の甲状腺がん症例の判決についてという議論が今日あったと思うんですが、この議論を踏まえて今後検討委員会としてどういう議論どういう方針で、どういう議論を進めていくのかということを教えていただきたいのと、この問題に対する星先生のお考えをお聞かせください。はい、ありがとうございます。資料7の時にもお話をしたんだろうと思います。今まで把握ができないというようなことで言っていた症例についてどう考えるのかということについて、整理が必要だということでは今日の検討会の中で共通認識を得たといいますか、みんながそうだということで理解をしたんだと思います。でその上で私は2つのことをいつも言っていますが、強制的につまりこの調査の結果をより精度を高めるために強制的にデータを持ってくるみたいなことは私はしえないと思っていますが、やはりこの県民健康調査の特に甲状腺検査の結果をどう分析していくかという中で、症例の取りこぼしというのはできるだけ少ない方がいいだろうと、そのためにはどんな仕組みが取り入れて、個人のプライバシーを守った上でですね、それをどういうふうに提供してもらうのかということについてこれから考えていくことになると思います。ただ非常に秘匿性の高い匿名性の高い
いいものでありますと、医療データ、医療情報というのは、これらについてのプライバシーを YouTube 配慮した上で、できる限り集める方法についてできないか、考えていけないかと思ってますし、その際、資料8で出ていましたあのサポート事業というものと、どんなふうな関わりを持たせることができるのか、8にありましたサポート事業も、対象や考え方の変更なども含めて議論していくことになるかろうと思います。よろしいでしょうか。次に質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。はい、じゃあこちらから1列目、左から1、2、3、4番目の男性の方。 NHK の鍋島と申します。今の質問と関連する質問なんですけれども、これは県に対してお伺いしたいんですが、その保険診療で甲状腺がん症例の把握についてどうするのかと、これはある種その制度の信頼性が問われるような状況になっているのではないかと思うんですけれども、今日は県は資料7で論点を整理して紙を示しましたけれども、いまいちその県としてその問題意識がちょっと見えないような気がしておりまして、県としてこの状態をどのように認識しているのか、ぜひお答えください。はい、県としてということですから県としてお答えいただきます。県民健康調査課の鈴木でございます。今回議論いただいたところはこれまでの県民健康調査の範囲内ということでございましたので、本日宿題を頂戴したところでありまして、今後検討させていただきたいと考えております。下竹お願いします。これから検討するというお話でしたけれども、3月下旬に報道があって、今、2ヶ月以上経過していると思うんですけれども、この間、どういった議論をされて、今、どのような検討をしているのかということも、もう少し教えていただけないでしょうか。これまでも甲状腺検査の在り方につきましては検討委員会、評価部会でご検討いただいてきたところでありまして、これからもですね、ちょっと座長と相談しながらですね、どういう調査方法があるのかということについては検討させていただきたいと思います。はい、次に質問のある方よろしいでしょうか。それでは一番左端っこの人の、はい、フリーの正野と申します。ありがとうございます。先ほどちょっと津金先生に聞いたことを、福島医大の方にお答えいただければありがたいんですが、津金先生は部会の方で2014年6月時点に、データでですね、男子だともう90倍、女子だと52倍だということで疫学的な分析を発表されて、ただしそれは35歳までのがんを先に検出しているという結果を出されて、その後まだそのデータの更新をしていないのはなぜかと伺ったところ、今の福島医大のデータの公表の仕方ではその精度が悪いのでその計算ができないと。で、常識的に考えれば2014年の6月時点の発症の数からするともう随分増えていますので、その男子だと92倍というのがもっとものすごい数になっていると思うんですけれども、それができないというのが福島 そのデータの取り方出し方が悪いということなの で今日もですね、もうデザインがどんどん研究デザインがどんどん変わってきているということもありますので、そのことも含めて、福島医大の方にデータの出し方についてちょっとどの辺が悪いと自分たちは思っていらっしゃるかということも含めてお願いします。はい、今の件は、本日の議論では特に議論しなかったようですけれども、もしお答えいただけるのであれば、以来なのかお答えしてください。先行検査の間と、本格検査2回目に関してですけれども、もちろん受診率とか性別とか年齢で補正しないといけないですし、それ以外にですね、検査した時期とかが増えていきますので、そういうのを補正して検査していかないといけないと思います。でそれは
まあ、解析になりますので、先行検査、それから本格検査が2回、検査2回目が確定したら、もちろんそちらに合わせてですね、やっていくというふうに予定しています。はい、社会、あ、よろしいですか。はい、ではご質問ある方、本日の議論に関する質問ということで、質問の方も簡潔にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ、すいません、アバクラネット TV の白石と申します。今日ですね、3巡目の検査結果が浜通り、中通りと、まあ、4つのブロックに分けて公表されている件についてなんですけれども、つい先日、実は、まあ、3月末に先ほど来お話があった保健心理の問題があったので、この、まあ、検診の甲状腺検診の研究計画、福島県立医大の研究計画を全部、まあ、情報開示請求 させていただいたところ、多分ですね、3年前ぐらいに研究変更を行って市町村別に公表するということで同意書を取るという形に変更されているかというふうに思います。で、今神谷先生が研究責任者で大鶴先生が主任かと思うんですけれども、それを確認していただいて、確認できましたら、できましたら、その一両日中にでもやはり市町村別に公表するというような方向でお願いできないでしょうか。ちょっと県立医大の方にその研究計画との整合性でお答えいただければと思います。本日の議論では私が整理したつもりです。で、その整理については先ほど述べた通りなんですが、医大の方で何か補足で説明することがあればどうぞ。研究計画はちょっと先ほどもお話したように論文とかの公表のやり方の問題はありますので、それでまたこの検討委員会での公表の仕方とちょっとまた違うと思うんですけれども。すいません、ごめんなさい。研究計画自体、ここで公表することを前提とした二次検査までの研究計画で、むしろそれ以降のですね、症例についての研究計画というのは提出されないという状況にあるかと思います。そういう意味では、わざわざその時市町村別という変更を出したのはこちらでですね、市町村別出してほしいという意見があって、それによっての変更が実施されたというふうに認識していますので、むしろそのもちろんなんていうか、この会議の中でどうするかということは検討しようがあるかと思いますけれども、そもそもそれによって同意を取っていらっしゃるんじゃないかなというふうに思っていますので、それが確認されれば公表していただくのが妥当かなというふうに思いますが、いかがでしょうか。ちょっとどうなんですかね、何かコメントがあればどうぞ。確認は取りますけれども、とにかくその今検討委員会での公表資料に関しては、住民の皆様からのいろいろな声があって、でしかもその同じような検診データの公表、あるいはそれ以外のがん登録の公表されたとかのガイドラインとかと比較して、検討も協議してということでこういう形になったということで、またちょっとその我々としては、まあ、これがいいやり方だと思ってやっている公表させていただいたということです。先ほど私が申し上げたとおりですね、検討委員会としてはもちろん市町村で別に出してほしいという意見もある中で、今回については数の問題その他があるので、今回この形で受けるということを申し上げました。で、皆さんの合意を得ましたので、検討会とすればですよ、この日両日中に出されても困るわけでありまして、我々とすればもし出していただくということになるとすれば、検討会を開いていただいて、その場に提出をしていただくということになると思います。はい、続いて質問いかがでしょうか。じゃあ、すみません、3列目の男性の方、3番かな。読売新聞社の服部と申します。IARC のことについてお伺いしたいんですけども、これはいつどこに来るのかということと、あと座長が以前言われていた
その専門家の会合と同じイメージなのかということと、それとその IRC が来ていろいろ議論した結果と、今後の検討委員会の議論がどういう関係性があるのかというところを教えてください。はい、ありがとうございます。いつについてはですね、関係者がですね、国会対応で書いちゃいましたので、多分明示はできないと思いますが、私のイメージとすれば、そう遠くない時だと思います。そう遠くないというのは2年後、3年後ということはありませんということだと思いますが、ちょっとそれは私も責任を持って答えられないのでごめんなさい。イメージは私が持っているイメージにほぼ近いです。で、前にも述べた通り、それはこの、今回のデータの評価をしていただくということではありませんし、その非常にその、なんていうんですかね、非常に貴重なケースだと思うんですね。ということは前例がなくて、わからないこともたくさんあるという中で、今まであるさまざまな知見を整理をして、我々が求めているその今後の方向とかですね、評価の仕方、その他についてのアクセレーションをもらえればというふうに思っておりますので、我々がその結果を受けて、なんか直接的に何かをどうこうするということはきっとないと思います。我々の議論に、参考にさせていただくといいますか、議論をする上で必要な国際的な、共通認識というようなものを提示していただいて、もう一つは我々が丁寧に、このその内容については福島県民を中心にですね、丁寧に説明をしていくというようなことにつなげられたらいいなと、そのように考えています。はい、続いてよろしいでしょうか。それでは1列目のこの5番目、女性の方。ありがとうございます。LCM プレスの牛鳥と言います。よろしくお願いします。今まで、男女比のことに関して前回からご説明をいただきありがとうございます。で、がん登録のデータで男女比が、思春期前後で1対1に近づくということを前回ご説明にありましたので、国立がんセンターのがん登録のデータ、1975年から2012年までのデータの男女比を出したのですが、思春期前後で1対1に近づくという数字にはなりませんで、1から、3から4、1対3から4、もしくは1対2などの数字ですので、どのような計算で1対1に思春期前後近づくのかというのを口頭ではなく、何か資料や、数字などでお示しいただけませんでしょうか。これ長年議論に上がっていたもののご回答としてちょっと理解ができませんでしたので、よろしくお願いします。はい、先ほど説明のあったことに関してでしょうから、大鶴先生ですね、お願いできますか。がん登録のデータの新規より若い方に関しては人数が少ないのでですけれども、はい、まとめていただくと分かると思うんですけど、そのもっと春季以降の年齢ですねに比べて、その男女比はその以降は春季から急激に女性の方がですね、人数が上がっていくんですけど、それ以前は必ずしもその、他 の, その上の年齢の比率よりも1対1に近いという値だと思いますが、がん登録のデータは0から4歳、5から9歳、10から14、15から19で、思春期10から14から15から19の値を出したんです、その10から14と15から19の値を比較していただければと思います。はい、それだと1対3もしくは1対4にしかならないんですね、どの年齢で。1970年齢ですか。はい、そうです。なので、1対1に思春期前後近づくというご説明が、がん登録のデータを計算しましたので、ちょっとこれは分かりませんでしたので、それはもう一度こちら、今データが持ってないので、はい、ご説明していただければと思います。はい、で検診で男女比が小さくなるエビデンスというのも、ちょっと見当たりませんで、さまざま甲状腺のガイドラインを見ましても、やはり男女比に関しては、20代でも1対から3で、低年齢はまれだということしかありませんので、その件のご回答として、もう少し詳細なご説明を口頭ではなく紙で、どのようなエビデンスからそういう口頭のご説明に至ったのかをお示しいただければと思います。よろしくお願いします。要望です。次回、じゃあ次回の検診会の時は論文とかのリファレンスを出させていただきます。はい、がん登録のデータに関してもよろしくお願いします。私は病理でそういうふうなことをいろいろとやってたんですが、
それを1対1に近づくっていうのはね、思春期前だとホルモンの影響で、そういうふうなことになるっていうふうなことで通説として論文として外国の論文で出ていたんですね、はい、多分そうだと思います。ところがですね、日本でのデータを調べるとですね、はい、おっしゃる通りです、はい、やはり女性にかなり多いっていうのは、はい、私自身もそう思いますし、はい、がん登録の方でもそう思います。ただしがん登録で出されているがんっていうのはですね、その実際にクリニカルにマニフェストしたがんですから、今回のやつとそれを完全にこう比較していいかどうかっていうのは少し疑問な気がしますけど、おっしゃる通りだと思います。ありがとうございます、はい、他にご質問ある方よろしいでしょうか。じゃあ2列目の5番目の男性の方。毎日新聞高木と申します。先ほどから出てますが、そのがんの把握漏れの問題ですね、県庁の方に伺いたいと思います。先ほど宿題で検討しますというお話だったんですが、今日の委員会では、出られた意見はみんなですね、がんはちゃんと把握するべきですよと、甲状腺の検診を受けてない人だって把握するべきものでしょというのが体制だったかと思います。で、改めて伺いますが、県庁として、これからきちんとそれを把握して公表していく、意図があるのか、それかあるいは今までにどこまで把握できていて、どんな数字が出ているのか、きちんと公表される予定があるのか、そこのところを教えてください。はい、今日の議論の中で我々が論じたのは、把握すべきだというのはその通りだと思います。ただその把握するためにはさまざまな手続きなり、根拠なり、予算なり、いろんなものが必要だと思うんですね。その点について県は検討しているというふうに私は理解したので、後ろ向きに県が答えたとは私は思っていません。で、県がどう考えているか聞きましょう。県民健康調査課の鈴木でございます。